てなわけで今回はパラッパラな黄金チャーハン作ってみました。お米がしっかりコーティングされて全体がとてもパラパラでございます。時間もあまりかけずに作るんで、お米の水分もしっかり保っていますね。基本は同じでもチャーハンにはいろんな作り方がありますよね。お家で簡単にパラパラを目指すのならば、今回のような事前に卵混ぜ込み式がおすすめです。卵がしっかり絡んだ状態からスタートなんで、安全お手軽にパラパラです。しかし卵の存在感はちょっと少なめですね。卵をご飯の順に投入する方法ならば、程よく卵の塊がご飯の中に入り込み、ふわふわ感が生まれてきます。一番王道な作り方の卵ジュワーからのご飯丼ってやつですね。この作り方もいずれやっていきましょう。好みのチャーハンを探す旅はまだまだ続きます。そう、僕たちの戦いはまだまだこれから。てなわけで今回も動画のご視聴ありがとうございました。これからもちょっと洒落た自炊時間を皆様にお届けできるように頑張ってまいります。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。